お願いします。毎日行ってます。1日50から3桁くらいは使っちゃいます。親の会社で一応なんか役員ってことにはなってるんですけど、全然出社とかはしたことなくて、普通に毎月お金何もしてなくても振り込まれます。親の金、そういうことになるのかな。アルバイトとか全然したことなくって、大学に入学した時にクレジットカードを親からもらって、20歳の成人の時に全然お金減らない口座とかもらいました。そんなみすぼらしい真似はやめなさいって言って止められた。すごいかっこいい男の人たちがいっぱいいてるとちょっとびっくりしちゃって、でもすごいお姫様扱いしてくれるし、私ちょっとハマっちゃったんですよ。でもホストクラブってすごいですよね。なんか数十万使うだけでもうすごい可愛いとか言ってくれるし、これしか払ってないのにこんなになんか良くしてもらったりしていいのかなって私すごい思うんですよね。でも私ももう20代半ばなのでちょっと結婚とかって意識してくるんですけど、でも結婚するのはやっぱりすごいイケメンで優しくて王子様みたいな人に出会いたいなって思ってます。そんな中でもう本当に私の理想の王子様に出会えちゃって、絶対結婚したいなって思ってるんです。予約してくれてありがとう。はい、全然どの橋選ぶ？どうしよう、これがいいですね。その隣の橋選ぶ。はい、ありがとう。乾杯。じゃあ普段お酒飲まないの？あんまりお酒飲まないの。そうなの。やっぱりお父さんと行く時しか飲まないから。お父さんと。そう、私が生まれた年のワインなの。かっこいいね。ちなみに何のワインが好きなの？オーバスラム一番好き。さすがだね。すごい、普段からそんなの飲んでんだ。ね、そうだね。やっぱりコンビニとかの缶とか居酒屋とかのは絶対飲めないから。この間実は誕生日だったんですけど、私車の免許持ってないのにお父さんがベンツくれたんですよ。で免許取りに行くのもだるいなって思って、ちょっと運転手やどうかなって思ってます。でも私ポルシェとかの方が好きなんですけどね。料理だったら何が一番好きなんですか？料理ね、結構何でも食べるんだけど、和食が一番好きかな。料理するんだ。最近ちょっと練習してます。あ、偉い。さすがの龍馬様っていう方なんですけど、もうすっごいかっこよくて美意識も高い王子様で、もう本当に素敵なんですよ。龍馬様ってすごいイケメンだし優しくて、女性のこうエスコートとかもすごいスマートですし、もう私結婚するのは龍馬様しか考えられないって思ってて。毎日食べるんだったら何の和食がいいとかあるんですか？魚とか野菜を使ってくれた料理が好きかもしれない。さすが龍馬様です。やっぱりなんか毎日の食事から健康に気を使っててインナーケアもされてるんですね。龍馬様はいつまでこのホストっていうお仕事をされる予定なんですか？そうだね、自分がオーナーになってから1年目だから、しっかり自分がいなくてもいい、納得いける、数字が叩けるまではちょっと続けたいなって思ってるから、まだね、辞めることは考えてないかな。でも1年もそうやって続けたならもう十分だと思うんですけれども。休まれるとかの考えとかじゃないんですか？そうだね、自分結構昔から忙しく生きてきた人間だから、休日とかぐったりすると余計疲れちゃったりするから、そう常に動いていたいんだよね。それは本当に休み方を知らないんです。
ですよ。そうなの？うん、そうですよ。本当の休み方ってどんなの？私と一緒にいたら、きっと心も休まると思いますよ。ヨーマ様って、うん、付き合いたい女性のタイプと結婚したい女性のタイプってあるんですか？そうだね、付き合いたい女性のタイプは、まあ、やっぱり清潔感と美意識がある子、うん、自分がそうだからやっぱり一緒にね連れて歩く女性には同じ清潔感と美意識持ってもらいたくて、うん、結婚したい女性は自分が仕事でやっぱり忙しいから家でのことを支えてくれることがいいかなって思って、うん、私どっちもぴったりじゃないですか。本当に？そうなんですよ。美容医療とかエステとかもすごい通ってますし、やっぱり同じ価値観の男性がすごいいいなって思ってて、もう同じ美意識を持っていただける男性がすごいいいなって思ってます。私って人並みにもすごい綺麗だと思うし、体力もあるし、理想のお嫁さんじゃありません？お互いいいパートナーになれると思うんですよね。まあ、そうだね。まだ余ってるから食べた。あ、ごめん、ちょっと今電話鳴っちゃったからちょっと出てきて。あごめんね。あ、ごめん、ありがとう。今、龍馬様お電話で出て行かれましたけど、何なんですかね。私と同伴中なのに別の女性とお電話してるんですかね。まあ、お仕事だからしょうがないとは思いますけど、何なんですかね。そうだ、龍馬様のお電話相手誰だったかカメラマンさん聞いてくださいます？私からはそんな恥ずかしいことできないので、お願いしてもいいですか？じゃあお願いしますね。すごい。お刺身でしたら何がお好きなんですか？ウニとかイクラと中トロ、あとホタテとか。一緒です。本当に？はい、好みもあんだね。そうなんですよ。じゃあよかったよ、一緒に来て。はい。上司から電話でした。お仕事のお電話だったんですね。そう、いつもお疲れ様です、うん、ありがとう。私と結婚したらもっと時間に余裕ができると思うんですけどね。龍馬様はどんなお家に住みたいんですか？結構俺飽き性でさ、だからやっぱマンションタイプの方がいいんだよね。あ、そうなんですね、うん、でもそしたらいろんなマンションを買って転々とするのもありだと思いますよ。揃えてますね。子供はお好きなんですか？子供も好きだよ。自分がサッカーやってたから、うん、男の子でサッカー教えたいっていう気持ちはあるかな。うん、私も子供大好きなんですよ。そうなんだ、うん、きっと父も母も喜ばれると思うんですよ。なのであとはもう龍馬様にあの婚姻届を書いてもらうだけなんですよね。もう理想のお嫁さんに私は絶対なれると思っています。単刀直入に言いますけど、うん、私と結婚してほしいんです。結婚？うん、もう龍馬様の口座とかも用意してますし、すごいね。好きにしてもらって構わないんですけど、うん、今のお仕事は辞めてほしいんです。辞めてほしいか、うん、やっぱり健康的に良くないじゃないですか。ああいう風になんか龍馬様ってお仕事柄すごいお酒とか飲むじゃないですか。やっぱりその飲んでるお酒の中にもあまり良質じゃないお酒とかもすごいあると思うんですよ。私と結婚していけたらいいお酒もたくさん飲ませてあげれますし、うん、お休みとかもたくさん取れますし、いいことしかないと思うんですよ。いや、すごいね、ちゃんの気持ちも嬉しいし、ちゃん綺麗だし清潔感もあるし、あ、お金も持ってるし、まあいろいろね完璧な女性だと思うんだけど、やっぱり俺今の仕事が好きだし、まあ、目標としてることもあるし、そこをなんだろうな、今結婚して辞めちゃうってなるとちょっと多分後悔すると思うから、まあ、まだちゃんと出会って1ヶ月目っていうのもあるし、もっちゃんのことも見ていきたいし、仕事が今は大事、まあ、それにさ、やっぱりずっとさ一緒にいたらさ、まだ
ちゃんの見えてない部分とか見えてきて嫌になっちゃう可能性もあるかもしれないよ。いや、そんなことないです。毎日お店で会ってるんで。うん、どんなところでも愛してみせます。本当に？はい。すごいね、愛の気持ちはすごい伝わるし嬉しいんだけど。夢のお手伝いはできますよ。どうしてもダメなんですか？そうだね、ちょっとまだ今は考えられないかな。どうしたら結婚してくれるんですか？え、何がダメなんですか？いや、ダメなところとかじゃなくて、ちゃんがダメとかじゃなくて、やっぱり自分のね、将来のことだから、もう少し自分のやりたいことをやりたいんだよね。わかりました。私ちょっと用事思い出したので、今日は失礼します。どうしたの急に。ちょっと待ってよ。ちょっと待って。まあ、あそこまでね、思ってくれるとは思ってなかったんですけど、まだ出会ったばっかりですし、まあ、けどこっちもやっぱりちゃんとそういう時こそちゃんとね、自分の思いを伝えることは大事かなと思ったんで、